吉本隆明、書物の解体学、フリードリヒ・ヘルダーリン、神話自然愛。私たちがギリシャ的というとき、何よりもまず、マルクスのいわゆる人類の健康な幼児期における自然との会長ということを言おうとしている。例えばゲレマン的というとき、自然霊のさまよう未開の森林を想像するように。この場合、自然という概念も、会長という概念も、たどり始めると極めて難しいことがわかる。自然という言葉で何を包括されるのか、会長という言葉でどんな調和を誘おうとしているのか、こういう問い方には到底答えられそうもない。そこで別の言い方をとってみる。ここに一人の稀な人物がいたと考えよう。彼がどうしてどこに生誕したかは問わないことにする。気がついた時、すでに理想的な家族の一人として、両親と兄弟姉妹とに取り囲まれていた。理想的なというのは、彼がありったけ心を伸ばし、手を伸ばして、自在に振る舞っても、彼の家族たちは障害となる位置にいなかったというほどの意味である。それでいて彼の家族たちは彼を取り巻いている鏡であった。その鏡には彼自身の姿も正確に映るが、彼の家族たちの姿も申し分のない姿で映るようになっていた。いやむしろ彼の家族たちは彼の心身を拘束しないのに、いつも正しい鏡として彼の身辺を満たしていた。やがて彼はアドレッセンスに差し掛かって、初めて単独で詩編を見渡した。天然はすべて彼のために賛歌を歌っているように思えたし、他者はすべて彼を肯定し、彼に耳を傾け、彼を支えてくれるように思われた。彼は自己の意識を空想と想像に乗せてどこまでも馳せていった。それでも彼の空想や想像に不吉な影を落としたり、障害を与えたりするものは何一つなかった。今度は彼は空想や想像を天井に馳せた。そこにも彼の空想や想像を妨げる雲や鳥の影すらなかったため、自己意識はその限度が極まるところまで飛翔することができた。彼はこの自己意識の極まるところで実感される自己意識の自由さを神と呼んだ。神、神様、精霊、呼び方は時に変わることがあっても、これらは自己意識が飛翔し得る極度の自由さであることには変わりがなかった。この自由さは家族たちや他者との関係を媒介にして、全く音楽的な会長を保っていた。では、彼を訪れている感慨や、彼が上昇していく天井との会長は何によって支えられ、何によって根拠づけられているのか。すべての装飾的な観念を剥ぎ取ってしまえば、多分彼の身体生理的な自然の移り変わりによってこの会長は支えられている。彼はこの世界に偶然に生誕し、やんちゃでわがままな幼年として家族たちに保護され、次第に世界に単独で対面するようになり、生として他者に出会い、複雑な社会的な関係の網の中に入り、やがて子供たちに背かれながら老年に向かうという、誰をも普遍的に訪れる生理的自然が、彼に精神の会長と自由さの感じを与え、それと対応しているのである。だから自然との会長や世界との和解の感性は、それを古典主義的と名付けようと、ロマン主義的と名付けようと、ただ生理的自然のように高揚し、悲哀し、そして減衰していく感性に還元されるように思われる。ギリシャ的と呼ばれるもの、あるいは英雄神話的と呼ばれるものの一般的な特性は、この生理的自然との会長を、指しているのではないか。フリードリヒ・ヘルダーリンの詩作やギリシャ神話になぞらえて創作された作品ヒペリオンやエンペドクレスが示している本質は自然との会長であり、この会長はかなり忠実に英雄神話のパターンをなぞっているように見える。その矛盾、その愛もまた英雄神話的であり、その死もまたそうである。ヘルダーリンとは、まず何よりもこの自然との会長として現れている。詩作から始まって書簡に至るまで奏でられているのはこの会長の音楽である。これはヘルダーリンのイデアにしか過ぎないか。現実のヘルダーリンを訪れたのは貧弱な、悲傷な日常であったのではないか。この問いはロマン的なものと反ロマン的なものとの拡築としていつも現れるものである。しかしヘルダーリンの会長の本質は多分ロマン的なものではない。
現在ではよく理解できなくなっている時代的な契機がヘルダーリンの自然との会長に加担している。化かされたのはかつて戦前から戦争期にかけてヘルダーリンを担いだ我が国のロマン派だったのだ。彼らはヘルダーリンの継承したギリシャ的な英雄神話を普遍的なものと思い違えて我が国の神話を漁って無理にギリシャ的に仕立てたのである。だがこの異様な才能ヘルダーリンが時代に不可避的に助けられていることを知らなかったのだ。私のお母さん、嬉し涙でもって大きな与えて愛する父である神様よ、あなたにお礼をばする。他のたくさんの息子たちのうち一番幸福な私にと、あなたは一番素晴らしい母親を授けてくれたのだ。私に属する者、私の妹のために祈るのを許せ。神様よ、あなたは妹が私の魂を愛しているのをご存知だ。神様よ、あなたは私たち二人の心を知り、妹が苦悩するとき私の目が涙ぐむのもご覧のことだ。お前穏やかなシュテラ、あなたは空想するか。あなたの命が束の間の嬉しさで飛び跳ねているとき、谷間を静かに一人ぼっちであなたに忘れられてさまよう私が幸せなのかと、シュテラに。けれどシュテラ、お前の家は遥かだ。もう死の経理の足音が近くにざわめいている。シュテラ、私のシュテラ、泣かないでくれ。せめてもう一度でもお前を抱きしめることができたら、それから私のシュテラの腕の中で死ねたら、早くシュテラ、早く、臨終で目が霞んでこない前に。空想。ヘルダーリンの母や妹に対する感情の表現は神への上昇感染と同質であり、また同距離であるように見える。また詩の中でシュテラという呼び方をされている最初の恋人ルイーズ・ナストに対する感情はすでに死の予感と生の開花のとの間で揺れている。言い換えればアドレッセンスに入っていく予感に満ちた感性の表現と見ることができる。近親に対しても神なるものに対しても、最初の独立した他者である恋人に対しても、死に対しても、天球面に貼り付けられた星座のように同じ球面にあるものとみなされている。このヘルダーリンの感性を古典主義的と呼ぶかロマン主義的と呼ぶかは知らない。母も妹も神も恋人も死も同質に同距離にはめ込まれた天球面は、ただ自己の自己意識に対する関係にだけ還元できるように思われる。言い換えれば、ことごとくヘルダーリンの自己愛にだけ帰着されるように見える。ところで私たちが上昇的感性に否定を加えるのは、現実の家族感情も恋人に対する感情もそんな綺麗事ではないというリアリズムの観点によるのではない。むしろ自己愛の所産である近親や最初の恋人に対する愛なるものが、ただ一過的であり、再び帰らぬことを洞察するところから来ている。そして次にどこでどんな他者を発見し、出会おうとするかに、真に重要な問題が隠されている。この意味からすれば、ヘルダーリンの前期の詩の中で、本当に重要なのは、自己意識の表象である自然、神、死というような概念である。これらの概念は、アドレッセンスの所要には、天球面に貼り付けられた星座のように、一つの関係、自己意識の中で、ある平坦な階調を保っているように見えるが、次の段階では全く矛盾し合い、対立し合う概念として崩壊していく。彼は愛を喪失させていったのか、成熟させていったのか、自分でもわからない。天年が春から秋の気配に移り変わり、肉体が青年から壮年へと移り変わるように、この過程は不可避だが、それを喪失と見るか、成熟と見なすかは、誰にとってもよくわからないのと同じように。そしてこの矛盾や対立を表現する社会の中に、詩人の資質のようなものが決定されていく根源があると言える。ヘルダーリンが選んだのは、自然と神とのギリシャ的な接合の仕方としての英雄神話の方法であった。ヒペーリオンは、全く英雄神話のパターンによって作られている。彼はそのために愛自体を自然の移り変わりのように、開花から死まで循環させ、完結した円環として描く。四季をめぐった後、自然に、ひとたびは必ず消失せざるを得ないというように。ロド戦争を背景に、一人の青年ヒペーリオンは、ギリシャ神話の主人公のように愛し、別れ、戦い、離散し、衰える。ヘルダーリンが家庭教師をしていた豪商の夫人、ズゼッテ・ゴンタルトとの恋愛体験をもとに描かれたとされるディオテーマとの愛と別れの円環は、ヘルダーリンにとって必然的な方法であった。
むしろ愛そのものが別れと古城の予感をはらんでいるような円環と言うべきかもしれない。この円環の中で すでに青年ヒペリオンは上昇感染と自己愛を自在にできない遍歴への出立に踏み込んでいく。それから別れの時刻が私たちの喜びの会話の中へ忍び寄ってくる時の不思議な静かな悲しみ、その時私はしばしば叫んだ。ああ、私たちは現世の人間に戻った。ディオテーマよ。すると彼女は答えるのだった。現世というのは仮称です。それは太陽を見つめていますと、私たちの目の前に震えて見える様々な色のようなものです。エルダーリン、ヒペリオン、手塚富雄役。こういう描写ではまだ、愛と別離の予感はただ日々の、いわば逢瀬の繰り返しのうちにある。つまりまた明日も会うことができるということは無言のうちに前提となっていて、ヒペリオンとディオテーマとの生涯の曲線が不可避的に分かれていく予感ではない。いわば開花した季節の別れである。しかしヘルダーリンは自分の体験を踏まえてヒペリオンとディオテーマを不可避な別れまで持っていく。それはヘルダーリンの英雄神話への継承のためとも見えるし、またズゼッテ・ゴンタルト夫人との恋愛体験が昇華されたものとも受け取れる。憎しみなく与え、憎しみなく受けている楽しい日々のうちに、デオテーマが次第に言葉少なになっていくことに私は気づいた。私は尋ね、その訳を打ち明けてくれるようにと哀願した。しかしそれはただいよいよ彼女の態度をよそしくさせるように思えた。ついに彼女は懇願して、もう尋ねることはやめて帰ってくれ。そしてまた来るときには他のことを話してくれと言った。そのために私まで悲しい沈黙に陥った。しかしそれに甘んずることはできなかった。不可避な運命が突然私たちの愛に死の宣告をしたように思えた。私の万物から一切の生命は去ってしまったのだ。エルダーリン、ヒペリオン、手塚役。ヒペリオンは早急になり、宝をしまい込んでおくことの大切さを忘れ、頑ぜない子供のように、いつも明白な目の当たりの愛を求めて、行き違いの告白をデオテーマに促す。そしてついに王デオテーマ、ついに私は聞いたのだ。あの美しい告白を。私はそれを聞いて、それを大事に持ち続けている。愛の大波がやがて私と私の持つ全てを、昔ながらの故郷、自然の懐へ連れ戻すまで。と友人のペラルミンに語る。ヒペリオンはここで何を誤算したのか。デオテーマへの愛が別々に生誕し、不可避的な曲線を描いて死にまで至る別々の生涯の、不可避的に交わるところで成立するはずなのに、あまりに早急にディオテーマの生涯の曲線を自分の曲線の方へと引き寄せようとしたことであったと言うべきである。言い換えればヒペリオンは愛なるものを偶然の戯れであるかのようにみなし、自分以外の一人の他者との出会いを必然化するだけのゆとりを持つことができなかった。これを主人公ヒペリオンの自己愛の残照と解釈することもできるし、英雄シモの主人公になぞらえられたヒペリオンの英雄らしい盲点とみなすこともできる。ヒペリオンは親友の戦士アラバンダの要請を受けて、ギリシャ的なものを解放するためにロド戦争に参加する決意をする。なぜなのか。ヒペリオンにとって自然的なものの主語は全ての上にあり、愛もまた自然的なものと会長を奏でるか、またはそれに従属するほかないものと考えられているからである。また現実的に言えば英雄的であることは愛に優先するという観念に取り憑かれている。しかしディオテーマは英雄的であろうとしているヒペリオンが自然的なものとアガッペ的なものの没落を無意識に先取りし自滅しようとしているだけなのを女性の本能で直感している。そして愛を定年する。愛する方とディオテーマは叫んだ。もう何もおっしゃらないで、私も何も申しますまい。どうか出発なさってください。誇らしい方が、あなたがそういう方であるからには、あなたに対してこの私に何の力、何の権利がありましょう。彼女はさむざむと泣いた。私は罪を犯した者のようにその前に立っていた。許してください、気高い人、と言って、私は彼女の足元にひざまずいた。どうか許してください。私には他にしようがないのです。私は自分で道を選んだわけではありません。深く考えたわけではありません。ある力が私の内部にあるのです。
そしてこの企てに私を駆り立てるものが私自身なのか、そうでないのか、自分にもわからないのです。あなたの魂がその力のすべてを挙げてあなたに命じているのです。それに従わなければ滅びることがよくあります。けれど従っても同じかもしれません。一番良いことは出てお行きになることです。その方が偉人ですから。あなたは行動してください。私は耐え忍びましょう。エルダーリン、ヒペアリオン、手塚役。ディオティーマが予感した通り、ヒペアリオンは戦いの中で部下たちがそのためにこそ戦っているギリシャ人たちを略奪し、殺戮するのを目の当たりに見て挫折する。ディオティーマはヒペアリオンが聖路に赴くとき、すでに自分の生命を予感していた。そして予感通りに劇は進行する。戦い疲れたヒペアリオンがディオテーマの傍らで憩いを見出そうとしたとき、すでにディオテーマは死に、すでにディオテーマに死は近づいている。でもそれは遅すぎたのです、ヒペアリオン、遅すぎたのです。あなたの愛してくださる少女は、枯れしぼんでしまいました。あなたがお立ちになってから、私の上に燃えている一つの炎がだんだんに私を蝕み、今はほんの小さな燃え差ししか私のうちに残っておりません。びっくりなさってはいけません。自然から生まれたすべてのものは浄化されます。そしてどこを見ましても、生命の花は粗雑な物質を逃れて、自由になろう、自由になろうとしています。愛するヒペリオンよ、あなたも思わなかったでしょう。私の白鳥の歌を今年のうちにお聞きになろうとは。エルダーリン、ヒペリオン、手塚役。奇妙にも私たちは西洋的、ゲルマン的な意味での英雄シーマーが、極めて強固なパターンを持っていることをヘルダーリンから教えられる思いがする。そしてヘーゲルが意味付け、マルクスが意味付けた英雄時代なるものの根源を、この18世紀末から19世紀初頭にかけて生きた、得意な詩人の作品から納得させられる。これに比べれば、我が国の神話伝承の類から、英雄時代の存在を虫眼鏡のように探し出し、拡張して見せたロマンチケルのたちの虚しさを、嫌というほど思い知らされるのである。ヒペリオンはなぜ英雄的に挫折し、ディオテーマはなぜ愛を喪失したか。それはこの物語史の主人公たちが忠実に自然に従っただけだからである。生理的自然というやつに。最後に二人を待っているのは死だけである。ではヘルダーリンはヒペリオンをどういう素材からどう作っているのだろうか。死と所感だけが私たちに残されている。久しく死に瀕し、奥深く閉ざされていた私の心は今、麗しい世界に挨拶する。枝々はぬくもり、若枝をつけ始める。新しく命の力で膨らみながら。お、私は命の中にまた帰ってきた。あたかも大気と日の光の中から、私の花々の聖なる務めが、干からびた殻をこじ開けてにじり出てくるように。ディオティーマ。美しい愛人よ、あなたは冬の淡い花のように生きている。古色を帯びた世界であなたは一人隠れて咲いている。愛することを思い春の光を浴びてぬくもろうとして、お前はこの世界の若者たちを探している。お前の太陽、今より美しかった時は死んでしまった。もう寒々として夜更けに嵐がざわめいているだけ。ディオテーマに。ヘルダーリンの詩から見る限り、ディオテーマに対する感情は歓喜からある喪失感へという移り変わりが主張音となっている。これはヒペアリオンの中でも同じようにたどられていて変わりない。ただヒペアリオンでは英雄シーマになぞられたフィクションであるため、この愛の衰えをヒペアリオンがギリシャ的なものを救済するため、戦士となって出立していくところに根拠づけている。一般的に言って愛、性愛は、ヘルダーリンの描いているように、出会う時の歓喜から始まって喪失感に終わるわけではない。始まるのは歓喜からであるかもしれないが、やがて習慣化、あるいは日常化によって持続される。この習慣化、あるいは日常化を愛の喪失とみなすとすれば、新たな愛への上昇と、それを押し止めようとする日常的制約との間の矛盾や対立が、愛なるものの課題となりうるだろう。また日常化、習慣化を一つの進化された体験とみなすならば、一つの根拠ある定年、多分誰もが耐えている定年に到達するだろう。ヘルダーリンは詩の中でもヒペリオの中でもこのいずれの方法も取っていない。これを彼のギリシャ的なものへの傾倒に帰するべきなのか、彼のディオテーマ体験の特異性に帰するべきなのか、
エルダーレン自身の資質に期するべきなのかよく決められない。多分これら全ての理由が錯綜している。デューテーマのモデルはズデッテ・ゴンタルト夫人である。エルダーレンは商人であるゴンタルト家の家庭教師になっていた。この家庭教師なるものは当時の子弟教育の常道であったようである。エルダーレンはズデッテ夫人の希望に応じて子供たちを教える傍ら、夫人のために学識を披露する習慣を持つようになっていった。この体内精神的交際は、エルダーリンを好いていた家政婦の邪推もあって、ある時主人の怒りを買うことになった。一体あいつは奥さんに好きっきりなのかという嫉妬よりもむしろ傷つけられた誇りを表す叫び声を上げながら、彼は部屋に飛び込んでエルダーリンに突っかかった。自分の潔白を自覚している若い主人は激しい怒りに我を忘れたので、もし驚愕した女主人を一目見たことが彼に落ち着きをすっかり取り戻させなかったとしたら、最悪の場面にまでなったことだろう。彼は直ちに部屋を出て荷物をまとめ、その夜のうちにこの家に、従ってまたこれまでの関係に背を向けたのである。この関係は彼がその純潔さを自覚していられただけに、一層高い幸福を彼に与えていたのだった。一方、ズゼッテ夫人の方にも今同じ自覚が目覚めたが、それは侮辱された女性の絶対的な優越性として現れた。あの事件に激怒した彼女はエルダーリンを呼び戻すか、さもなければ自分はすぐにもハンブルクの兄弟のもとへ帰ると主張して譲らなかった。カルル・ユーゲル、人形の家、ゴンタルト家の転生。このいささかゴシップめいた記述の正確さは保証の限りではないが、エルダーリンとズゼッテ夫人との愛なるものが確実に存在し、それ以上深まればどうにもならなくなるという自覚がズゼッテ夫人の方にもヘルダーリンの方にもあって、ヘルダーリンがゴンタルト家を去ったのは確からしい。私は作家ではないからうまく再現することはできないが、ヘルダーリンのズゼッテ夫人に対する愛が深くなり、家族的な制約が自覚されてくるにつれて、同時にまたヘルダーリンの喪失感も現れるようになった。世のトンマたちが言う人妻との不倫な恋なるものは決して不倫であったら成立するものではない。もし不倫だったら、裕次郎たちの好きな性的なお遊びしか成り立ちはしないのだ。そしてお遊びとなるものは少しも楽しくもなければ苦しくもない。また性的な快楽ですらありえないことは全く自明なことである。エルダーリンのズゼッテ夫人に対する感情は、少なくとも別離の前は多分好意と敬愛の域を出るものではなかった。おそらくはズゼッテ夫人の方もそうであった。そして別離の後で初めて開花と喪失を同時に体験したのである。しかし全ての愛なるものは一人の他者との関係の世界であるとすれば、別離は他者の全喪失に匹敵するため、愛にとって絶対の矛盾でなければならない。現在私たちに残されているのは、別離の後、密かにヘルダーリンに手渡されたズゼッテ夫人の書簡と、夫人の死の後のヘルダーリンの根拠の不確かな記憶だけである。私はお手紙を差し上げずにはいられません。愛するお方、あなたに向かって沈黙を守っていることには私の心はもう耐えられないのでございます。もう一度だけ私の感情をあなたに申し述べさせてくださいませ。そうした後ではあなたさえその方がいいと思うお思いでしたら、私は喜んで沈黙いたしましょう。あなたが お立ちになってからというもの、私の周りも私の心の中も何もかもどんなにか物寂しくて空虚になっていることでございましょう。まるで私の生活がすっかり意味をなくしてしまったようでございます。苦痛の中でしか生活を感じないのでございます。ズゼッテ・ゴンタルトからヘルダーリンへの手紙、1798年9月28日から10月5日頃。お別れの時にすぐさまこの家を お離れになるようにとお勧めしたことを、今までにもう幾度も後悔いたしました。あんなにも切にお願いせずにいられませんでしたのは、どんな感情からなのか未だにはっきりとは理解ができないのでございますけれども、あれは私たちの愛を完全に感じることに対する恐怖だったのだと信じます。あなたが良いとお思いのことは私の意思でございます。そしてたとえあなたが現実の世界では私たちが完全に決別してしまうのが良いとお信じになるとしましても、私はあなたをお見失いすることはございません。目に見えぬつながりはやはり続くのでございます。そして人生は短いのでございます。寒気がいたします。人生が短いからといって、いたずらに過ごして良いのでございましょうか。おっしゃってください。どこで再びお目にかかれるのでございましょうか。
1797年8月10日これらがヘルダーリのデオテーマについて書かれた詩の背景にある現実的な感性の一つである。残念なことにヘルダーリの反応はズゼッテ夫人の手紙に現れたわずかな断片の中でしかわからない。そしてその限りでは個々の王政の時々の反応以外に何を見つけることもできないと言ってよい。私は18世紀末のドイツ市民上層で夫と子供がある女性と子弟の教育のために雇われる風習になっていた家庭教師との間に観念上の愛が存在し、それが夫によって否認された時どう遇されたのかを知らない。私たちが知ることができるのはその家庭教師であったヘルダーリンが詩の中で愛の歓喜と喪失にまで体験を昇華させ、ヒペーリオンの中では戦士として自然的なもの、ギリシャ的なものを至上とする遍歴のためにズゼッテ夫人と別れて戦いに赴くというに赴くというように大地して描いたことだけである。ヘルダーリンがズゼッテ夫人を描くのに愛を喪失してから身体を衰弱させながらもヒペーリオンの聖霊を肯定するというふうに置き換えたのはなぜだろうか。あたかも当時ヘルダーリンとその友ヘーゲルやシェリングたちはフランス革命の放棄に狂気していたのである。章、ヘルダーリンやその友ヘーゲルやシェリングよりもやや遅れて伝ったマルクスは当時のヨーロッパの現状についてこう述べている。ドイツは依然としてキリスト教を国教とする神聖国家の下で眠りこけている。しかしライン川の彼岸では労働者運動は解放のいさりびを、解放の放火を上げ始めている。ところで思想の現状は全くこれと逆である。神聖国家の下で密封されているドイツでは神学は哲学であり哲学は国家である。そこでは国家を神学とする哲学がヘーゲルを頂点としてほとんど極限の高さにまで上り詰められている。この哲学はやり方以下によっては全ヨーロッパの頭脳となりうる優れた体系を持つに至っている。だがライン川の彼岸で労働者運動を導く哲学は概して貧弱である。そこでライン川の河岸に熟成された哲学とライン川の彼岸で放火を上げている労働者運動を結びつけることは最も緊急な意義を持つ課題である。と、かくしてマルクスのヘーゲルに対する傾倒と批判の仕事は始められたと言ってよい。ディルタイはそのヘルダーリ論の中でこう書いている。この世代を規定した精神的諸力の最後のものはフランス革命であった。この革命とともにドイツ人にもまた新しい時代の門が開かれた。シュトゥットガルトの大暴君、チュービンゲンの小暴君の圧迫を受けていた学林の青年たちは、この運動の偉大な抽象的な理念に引きずり込まれないでいられただだろうか。学生たちは一つの政治的なクラブを設立し、シェリング、ヘーゲル、ヘルダーリもまたそれに参加した。フランスではキリスト教が撤廃され、理性の礼拝が始まったその1793年に、若い学生たちは市のある広場に自由の木を立て、高らかに歓声を上げてその周りを踊り回った。ディルタイ、体験と創作。もちろんやがてフランス革命の座礁をヘルダーリーは苦い思いで反芻することになる。マルクスもまた疫病みたいに蔓延した進歩的民主主義者たちのどっちつかずの態度にお人よしの革命派は騙されたのだと吐いて捨てるように書き記すことになる。だがディルタイの言うようにライン川の彼岸の出来事はドイツ青年派の最も優れた部分を揺さぶったことは確かである。ヘルダーリの詩のうちで私たちを最も当惑させるのは大げさで壮麗な章の存在である。風土への参加、民族国家への参加、山河への参加、またある時は王侯への参加である。これは申すまでもなく神話的な詩人にとっていつも不可避的に現れてくるものと言ってよい。しかしヘルダーリの章の詩が私たちを当惑させるのはその意識しない御用詩人性ではない。その章の詩の感性が国家、国民、ドイツ的風土への参加の形を取りながら、分かち難く国家のキリスト教的な神聖に対する反逆、言い換えればギリシャ的な神聖の王がと、前混ぜられている点である。ヘルダーリンの神は自然であり、自然な風土であり、風土は哲学になっている。
そしてドイツ的なものへの賞はヘルダールにとってただ哲学の直前でだけ詩に結びついているように見える。そう言わなくても賞の素材も感性もキリスト教的な神性よりもギリシャ的な自然理性へ向かって解放されている。今ヘルダーリンはマルクスの言う血筋はドイツ国粋主義者で頭は自由思想家である人たちの一人に見立ててマルクスの言うところを聞いてみる。これに反して気のいい熱狂家たち、血筋はドイツ国粋主義者で頭は自由思想家である人たちは我々の自由の歴史を我々の歴史を超えて中東の原始林中に求める。しかしそれが森林の中にしか見出されないとしたら我々の自由の歴史はイノシシの自由の歴史とどこが違うか。しかも周知のように森の中に向かって叫べば森から子玉が帰ってくる。されば中東の原始林に安らぎあれ、ドイツの状態に戦いあれ。確かにその状態は歴史の水準以下にあり、あらゆる批判以下にある。しかしちょうど人間性の水準以下にある犯罪者も経理の対象であるように、それも批判の対象であることには変わりがない。それとの闘争の場合、批判は頭脳の情熱ではなく情熱の頭脳である。それは解剖のメスでなく武器である。それの対象はそれが論破ではなくて絶滅しようとする敵である。マルクス、ヘーゲル法哲学批判。確かにマルクスの自信たっぷりな批判の中にヘルダーリンの章を彩る感性も部分を浸している。しかしながら詩の批判は批判の詩によっては不可能であることも確かである。ヘルダーリンの国家批判はただ章の詩に現れたギリシャ的な感性にのみ潜んでいたと言ってよい。なぜならば国家はキリスト教の理念に他ならないとすれば、これに対する批判は反キリスト教的な理念であるか超キリスト教的な感性である以外にない。そして一人の詩人として背負い得る詩的な批判は超キリスト教的な感性であるほかありえないからである。ヘルダーリンの詩が神よと呼びかける場合、しばしばというよりもほとんど自然よという呼びかけと同義であった。このことはヘルダーリンにとってドイツ的な神聖国家から自由でありたいという願望を表しているだけでなく、キリスト教的な宗教から自由でありたいという願望をも象徴している。なぜならばヘルダーリンにとって宗教としてのキリスト教に違和を持つだけなら、当然自然よではなく別の神よ、例えばギリシャのになるはずだからである。だがギリシャ的な神とは英雄神話であり、英雄神話はまた自然神話の別名に他ならない。おういろいろな民族の聖なる要、おう故国よ、物言わない母なる大地と同じように全てに耐えて、しかもまるで足気にされている。お前の深みから よそ人は一番良いものを手に入れているのに。ドイツ人の商家。こういう感性をドイツ的なもの、祖国主義的なものと解するのは的を得ていないように思われる。もちろん肥大した民族国家はヘルダールにとってもヘーゲルにとってもやや遅れて出現したマルクスにとっても過剰な愛想の対象ではあった。例えばヘーゲルの中で、またマルクスの中で国家についての肯定的なあるいは否定的な評価の比重があまりに大きいことに驚かされるといった経験は誰でも抱くものである。ヘルダーリンの章の詩からもそれを感じる。だがその感性はドイツ的ではない。ハイデッガーのヘルダーリン論はヘルダーリンからドイツ的なもの、国民的なものをあまりに受け取りすぎている。そして言うのである。ドイツ人は詩作と詩作の国民である。今や詩人の言葉が手に入るためにまず詩作の人々が生じなければならない。憂いうる人々の詩作のみが詩に歌われた貯蔵的な近接の秘密について考えつつ詩人への追想となるのである。ハイデガー、ヘルダーリンの詩の解明、手塚富雄訳。しかしヘルダーリンの章の歌に切迫感や焦燥や故郷に対する哀想を与えているのは眠り込んでいるもの、そのくせにヨーロッパの源流的なものという矛盾した感情であった。ほとんどマルクスが洞察したものと同じであると言っても過言ではない。夢夢幼い子供たちを侮るな。愚かにも木馬の背の上で得意になってひどく誇らしげにしていても、おう同胞たち、私たちだってやることは貧弱で思想ばかり肥大なのだ。けれども雲の塊から稲妻が発生するように、思想からあるいは心にあふれ成熟した声がやってくるだろうか。聖域の子たちの暗い茂みのように物を言わない書物から実りは誘われてくるだろうか。また民衆の中の沈黙、それはもうお祭りの前の憩いを意味しているのだろうか。
神の訪れへの恐れなのだろうか。おう、そうだったら愛する人たちよ、お前を誹謗したことの罪滅ぼしをしよう。ドイツ人に。お前、穏やかな風たち、イタリアの使者よ。それからポプラの木々を伴った懐かしい川の流れよ。うねる山並みよ。日を浴びているすべての峰々よ。そんなにも迎え入れてくれるのか。お前、静かな町よ。希望をなくした日から、飢えた者の夢にお前は遥かに現れた。それから私の家や幼な友達、丘の木々、お前を知り尽くした者たちよ。お前もそうだった。遠い日のこと、おう、それは遠い日のこと。幼い子供の安らぎも若さも、また愛や歓喜も遥かになった。けれど私の故国、聖なる人工の者よ。ご覧、お前だけは元のままだ。故郷に帰る者。ヘルダーリンの生の死に対するハイデガーの解釈は、ドイツ至上主義的に過ぎていると言ってよい。近代民族国家の交流と成熟の時期に遭遇したヘルダーリンにとって、後進的な神学国家に対する愛想の比重は、いやおうなく大きかった。これはヘーゲルやマルクスにとっても同じであった。ヘルダーリンが故国というとき、神学に眠らされたドイツ国家に対する懸念であるとともに、故郷の神前に対する執着をも意味している。自然として見るときは、後進ドイツはまだ森と原生林とに囲まれた牧歌の聞こえるところであり、まだその面影を残している大地であった。そこには俗物的な王侯もブルジョアジーも形成されていただろうが、まだ階級にまで主観的に形成されない素朴な民衆も自然に埋もれた宝石のように存在していたのである。これは多分ヘルダーリンをドイツ的神聖国家への賞とギリシャ的な英雄神話への傾斜とに引き裂いている現実的な根拠であった。この分裂はヘルダーリンの終生の友であったヘーゲルにとっても極めて現実的な問題であった。ヘルダーリンにとって英雄的ということはギリシャ神話的ということであり、ギリシャ神話的であるとは自然の会長に従うものということであった。自然の会長に従うことは徹底的に言えば生理的自然に忠実なことである。たとえそれが死であっても。だ。ドイツの公的神学と化したキリスト教のどこにこの自然との会長があるのか。あるのは歪んで卑屈になった亡霊への恐れだけである。ヘルダーリンの生の死が故国を呼び出そうとするとき、その故国は大地の上に開けた町であり、山や川の流れであり、木々を渡る風であり、我が家や幼な友達である。まだ政治的国家として取り出せないような国家も、国境も本当は及びではない。しかしながらこの神学的な国家も、ただ一つだけ良いことをしてくれていた。自然ならざるものを強要してくれたおかげで、好意を奪われた若い英雄たちは、ライン川の彼岸を羨みながら、観念の英雄、あるいは英雄の観念足らざるを得なかったことである。ヘルダーリンはその先頭にあった一人であり、死へと飛翔した。その友ヘーゲルは、丹念に種族的な自然宗教と、キリスト教的な普遍概念とを不分けすることから哲学を出発させた。なんと招待された食事の席、死の日に出るために、ある男は朝早くから髪の毛にコテを当てさせ始め、きらびやかな衣服をまとい、馬を車につなぎ、約束の食事までの間、ずっと近づいてくる食事の計画の重要さで頭がいっぱいになっていて、自分はうまくやれるだろうかという不安を抱く。かと思えば別の男は、朝早くから自分の仕事に没頭していて、やっと約束の食事の時間の数分前になって初めて、自分が食事に招待されていることを思い出して、まるで我が家にいるかのように、飾り気なく、屈託なしに招待の席に赴く。なんと我々の民族とギリシャ人とでは、想像の中に入ってきている死の映像が違っていることであろう。ギリシャ人の間では、死は眠りの兄弟たる美しい守護霊であって、墓地に建てられた記念碑に描かれて不朽なものになっているのに対して、我々の間では、そのむごい洒落神戸が、すべて棺の上をパレードしていく骸骨だけの人物として描かれている。死はギリシャ人には生の楽しみを思い出させたが、我々には生に嫌気を起こさせる。死はギリシャ人にとっては生の匂いを嗅ぐことだったが、我々にとっては死の匂いを嗅ぐことである。ヘーゲル、民族宗教とキリスト教。ヘーゲルはこの初期の神学論を進めながら、何を思い出していたのだろうか。多分英雄という概念の宗教的、民族的な違いを念頭にしていたのだ。キリスト教を呪詛しているというよりも、ドイツの国教として
火器のように国家に付着しているキリスト教的なものを嫌悪しているのは確かである。そしてヘーゲルにとってもヘルダールにとっても若い日のマルクスにとっても、ここを逃れる道は一つ、死がそのまま衛星であり得るような、また暗い儀式のいらない淡々たる岐路であるようなギリシャ的なものへの傾倒であった。ドイツのこの時代的な雰囲気を想像し再現させるのは極めて難しい。例えばデルタイはそのヘルダーリン論の中でただギリシャ精神の復興の風潮という言い方をしている。どうしてなぜそういう風潮が必要であったのか、特にドイツにおいて優れた青年たちの一団がなぜギリシャ的なものに思いを馳せたのか、ヘルダーリンが僧侶としての学校生活を得ながらなぜそれを転職とすることを欲しなかったのか、なぜヘルダーリンは大げさな身振りで章の死に向かわなければならなかったのか。言うまでもなく章の死は御用詩人として狭い支配者のサロンの中で初めて開花し儀式化する詩である。なぜなら詩はそこでは公的な行為でありながら自らが支配者そのものではないという理由によって大げさな身振りと個性とを融合させることができるからである。だがヘルダーリンは一回の家庭教師を遍歴するほかにどのような身分も持たなかった。彼の章の詩は誰のためあるいは何のためという問いを持たない敬意のものである。このヘルダーリンの位置をうまく言い当てることは難しい。神の国、世界市民、人類愛といったさまざまな時代的な合言葉に身を委ねたが、ヘルダーリンを救済したのはそういう自覚など思いも及ばない場所にあって、しかも人間の静かな深みに潜んでいる人々であったと言ってよい。またそれは決してヘルダーリンがなり得なかった人々でもあった。ヘルダーリンの姿を強いて言おうとすれば、国家からも市民社会からもはみ出して村落や町をさすらいながら大地を褒め自然を褒め民族を褒めて遊戯をする古代の巡礼詩人に最も似通っていたと言うべきだろうか。そこの位相でヘルダーリンは歌う。お前は神の恋を育むものと私は信じていた。聖なる青春の日に、そうだ今でもそう言おう。私たちの分別をよそにこの流れはなおも強烈の音を上げている。それでもなおこの流れを愛さないものがあろうか。いつも私の心は揺さぶられる。遥かで消えゆく流れの音に聞き入りながら、私の行く道と違う溢れる予感はけれどしっかりと海へと誘いでいく。急いでいく。なぜって自分のことを忘れひたすら神々の望みを満たそうと死ぬべき宿命を甘んじて受け、目を見開いて自分の小道を歩み出すものだから。民衆の声。この声はライン川の彼岸から聞こえてきた民衆のものであるとともに、眠れるドイツの村落や町々で潜んでいる無声の民の声である。この音に聞き入っているヘルダーリンは孤独ではあるが、ハイデッガーの言うようなあぐんで疲れ喪失し、またより経験を重ねて故郷へ帰っていくさすらい人でもないし、ドイツ的なものに賛歌を捧げる民族的詩人、彼の言う高貴な国民の詩人でもない。むしろ村落や町々を遊行し、ほがい歌を歌いながら希釈をこい、またも次の村落や町々へと急いでいく古代の霊人の姿に似ているとは思わないか。実際にそうであったかどうかは別にして、ヘルダーリンは章の詩から見る限り、ヘーゲルと交わした神の国という若い日の合言葉にあくまでも忠実であったように見える。ただヘーゲルと違って現世と観念の世界を上昇的に登ることはできなかった。時として主張することはあっても、また実際に遍歴することが少なくても、彼の歩みは横に空間的に超えていくような遊戯王であった。私にはこの詩人を崇高な詩人と見るよりも、遍歴する古事記詩人と見る方が良いように思われる。以上です。